モチベーションというね、曲のリズムがすっごく頭に残る曲となっているんですけれども、じゃあですね、この曲の聴きどころをメンバーに聞きたいと思います。じゃあ、ももこどうですか、この曲の聴きどころは。あ、聴きどころ、やっぱり私はモチベーションのコミュ力アーっていうとこ好きです。ああ、本当は今日来てないんですけど、リーナとさっき祭り流したところ、そうなんですよ、コミュ力アーってする、あれはいいですよね。あそこは皆
皆さんも一緒にこのつる子にりなぽんですけど、いつもつけるのはりなぽんですけども、はい、うーってパワーを送っていただいて、コミュ力アンプでもう散ってください。わーみたいな、うーさんみたいな動作をしていただけたらすごいね、なんか一体となって盛り上がれる曲となっております。そして今日はこのインストアライブで、この新曲2曲リリースさせていただいたんですけども、モチベーションと次歌うパワフルレインボーという曲をリリースさせていただいて、今日はこのその CD を買っていただいた方と握手会とサイン会をこの後行っていきますので、ぜひぜひ私たちとお話ししてほしいので、そして新曲もたくさん聴いてほしいので、ぜひ CD の方購入よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは続いての曲に行きたいと思います。続いての曲はパワフルレインボーという曲なんですが、この曲はキュンキュンにとってはかなり珍しくて、すっごい前向きな恋愛以外の歌となっているんですよね。なんか元気がない時とか、なんか疲れちゃったなっていう時にもう聴いてほしい曲となっていますので、疲れている方はこの曲で元気を出してください。それでは行きたいと思います。それでは聴いてください。キュンキュンでパワフルレインボー。Thank you.
ました「パワフルレインボー」という曲になっております、はい、こちらもなんと PV が出て店頭にも置いてあるんですけど、はい、あのですね PV ご覧になられた方はちょっとわかると思うんですが、 PV の最初に小芝居みたいなのがちょっとありまして、初めてそういう PV も皆さんにこうやって公に公開するのは初めてで、まあ、どんな PV になるんだろうと思ってたんですけど、パワフルレインボーのまだ見てない方はこれから楽しみに見てほしいんですが、最初の小芝居が結構えぐい内容となっておりまして、結構私も Twitter とか Facebook とかブログであれはちょっとリアルすぎないっていういろいろなコメントをいただいたんですけども、いやあのね、裏話もありまして、あんな暗いシーンじゃないですか、めちゃめちゃ暗いじゃないですか、急遽終わるのみたいな感じのぐらいのレベルの最初の冒頭なんですけど、まあ、フィクションですし、はい、カットがかかったらめっちゃみんな笑ってたよね。めっちゃ笑ってました、もう本当にやばかったですね、あれは。なんだっけな、ゆかりだったかな、救急メンバーにゆかりって子がいるんですけど、はい、なんかね、ゆかり、ジュリリンだ、ジュリリンが一番最初に私がのドアからバンって出てきたことがあるんですけど、それをみんなが追いかけてくるみたいな、飛び出して私を追いかけてくるみたいな演技が一番最初のシーンの時に、ジュリリンがバンって私が出てきたのに、ちょいちょいちょいって、そっかカットダメーみたいな、ちょいちょいちょいってそんなね、本当に明るい現場で撮ったあの作品となっておりますので、パワフルレインボーで YouTube で検索していただいたらショートバージョンなんですけども PV が出てきます。そして1曲目に披露したモチベーションの PV はフルバージョンとなっていますので、 YouTube でこちらもモチベーションキュンキュンで検索していただくと出てきますので、ぜひ見てみてください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そしてキュンキュンは、5月10日10日何曜日だろうっけ、だろっけ、日曜日ですね、土曜日5月10日の土曜日にまたインスタライブを行わさせていただきます。あの福岡店タワーレコード福岡店天神にあります福岡店3店インスタライブを19時から行います。おって、そうなんですよ、ちょっと遅いんですよ、時間が遅めとなっておりまして、19時から行いますので、ぜひそちらの方のインスタライブにもお越しいただけたらなと思います。そちらの方でも握手会サイン会も行いますので、ぜひ会いに来てください。よろしくお願いします。よろしくお願いします。例えば時間はあっという間に過ぎてしまうんですが、この後はですね、この新曲のモチベーションとパワフルレインボー新曲の CD を買ってくださった皆さんと握手会とサイン会を行っていきたいと思いますので、皆さんふるってご参加ください。この後すぐですのでね、ぜひ向こうの店頭にたくさんの CD 並んでおりますので、ぜひ見てみてください。それでは締めたいと思います。以上、九州キューピッツキュンキュンでした。ありがとうございま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 した。握手会とサイン会待ってます。ぜひ買ってください。ありがとうございました。